か？です。はい、今日はですね、今成田空港に来ておりますね。で、どっか出かけるってわけじゃなくて、成田空港をちょっとブラブラしたいんだけど、なんでかっていうとですね、今持ってるこちらの DJI オズモポケットね、これをですね、今お借りしてるので、これをですね、一日ちょっとじっくり使ってみたいなと思いますね。はい。はい、とりあえずエイシン君、ご飯食べ行きましょうか。はい、行きましょう。いやーこれいいわ本当に。しかもモニターついてるからさ。それでスタビライズモードいろいろ変えられるんだけど、下から上にこうねやると出てくるの。これまずこれが固定だね。固定は同じカメラの位置、ほらずっと固定同じ位置ね、前をずっと向いてる感じ。次が FPV ね。FPV はこれ人の動きに合わせたやつだって、ジェットコースターとか下にうわーってなるときに下向いてくれる。そうそう、ジェットコースターとかね、こう上見たいとき人の目の動きに合わせた動きがある。そう、もう一つがフォローですね。これはこう振り向いたときとかに滑らかにカメラが動く、こういうモードですね。はい、フェイストラッキングしたいときはエーシンクの顔ダブルタップ、あ、なった。これで録画すると、おお向いてるね。おお向いてる向いてる。エイシン君の顔を追っておりますね。こういう風にしてもいいの？ああ今切れちゃった。はい、そんなわけでパパはカツカレーでございます。こんな感じ。あ、カツがあって横分カレーをかけるんだな。はい、エイシン君はヒレカツ御膳か、うん、美味しそうだね。これ動画モードになってるんだけど、右から左にスワイプすると写真とかね、動画とかスローモーション、タイムラプスってあるんだけど、あとパノラマ撮影もあるんだけど、タイムラプスの方が2モードあるの。普通のタイムラプスとモーションタイムラプスってあって、でこれやるとですねすごい面白いんだけど、これねこう置くでしょ、でこの上ヘッドをねこう動かすので、ここが開始点ですって言って、でこっちが終了点ですってやってね、これで撮影開始すると、なんとカメラがどんどん動いてってくれるんだね。これめちゃくちゃ便利だね。これはすごいね。はい、じゃあエイシン君飛行機見に行きましょう。どっか飛びそうな飛行機ないかな。あ、行った行った行った、トラッキングしてる。ほら。あ、すごい。ね、あの音をかけてる真ん中で。すごい。よく。あ、映った、何？あ、映った映った。こうやってやっても真ん中に来るようにちゃんとなってます。あ、フェイストラッキングしてるんだ。そうそうそう、ちゃんとフェイストラッキングに。おお。ここでパパのことトラッキングする。はい、フェイストラッキング。はい。おお。すごい、ちゃんと歩いてもブレずに。はい、そんなわけでですね、成田空港はこれで後にしたいなと思いますね。はい、ちょっとお家帰ったら暗くなっちゃうんだけど、そこからマーティの散歩もこれで撮ってみたいなと思います。はい、はい、じゃあ帰りましょう。明かりがないと難しいか。ほとんど真っ暗だね、画面的には。そう、はい。早い。
くれたの。ありがとね。はい、そんなわけでですね、お家に帰ってきましたね。はい。今実はね、ものすごく面白い環境でやってますね。ちょっと見せてみようか。こちらですね、iPad Pro に DJ Osmo ポケットをくっつけておりますね。はい、それで、この部分今ね、USB-C になってるんだけど、さっきまではね、この、ライトニングつけてましたね。ライトニングつけて iPhone と接続することもできますし、USB-C に変えてね、で、iPad Pro にもつけられると。こんな感じ。これなかなかいいよね。卓上で固定してね、これできるからね、すごいいいと思った。で、空港の映像を確認してみたんだけど、結構良かった。そうだね。うん、やっぱね、全然ブレてないから。そうそう、ブレないのがいいよね。で、エイシン君もこう手に持ってね、こうやって歩いてたのに全く問題なかったし。すごいよこれ。あとパパが前に歩いててね、フェイストラッキングでパパの顔をこう追うから、だからエイちゃんがわざわざこうパパの方にね向けないでとか。この画角から外れる心配がないから、素晴らしいと思いました。ただしょうがないんだけど、センサーサイズがちっちゃいんで、どうしても画像がちょっとざらついてる。そうだ、今も多分ざらついてると思うんだけどね、まあそれはしょうがないかなって感じです。そうだね、で音声に関してなんだけど、これね DJI Osmo のなんだろう、内側にマイクがついてるのよ。だからこの持ってる人の声はしっかり入るね。で割となんだろう、シャープな音でいいかなって感じするんだけど、前歩いてる人の声は結構ちっちゃくなっちゃう。あ、でパパね、これ買っといたのよ。お、 USB-C からイヤホンジャックに出すやつ、これに DJI のマイクこうつけてね、試してみたんだけど、なんと変わりませんでした。あら、認識してなかった、だからこれはちゃんとした DJI の外付けマイク用のアダプターを使わないとダメなのかもしれないですね。はい、補足でございますね。この DJI Osmo ポケットね、すごくね安定してて良かったんだけどね、一個だけ注意点がありまして、まず三脚穴ありませんね。下にね USB-C のこの端子があって、ここからね充電とかできるようになってるんだけど、三脚穴ありません。あと Wi-Fi も搭載されてません。 Wi-Fi とかね三脚穴この下にねつける端末があって、まあそれがねちょっとこうスタンドみたいになってるんだけど、それが別途発売されるらしいですね。でそれがないとつかないと。あとね、周りにこうガシャッとホールドして GoPro のマウント、これ用のマウントにくっつけるやつも別売りで出るみたいですね。あとは専用のね自撮り棒が出るらしくて、それはね手元でこの辺の操作ができるみたいですね。まあ、ただねこれねすごく安定してるんでね、どうせだったら自撮り棒なしで使いたいんだけど、やっぱ画角が狭いっていうのが一番のネックかなと思いますね。今ね、iPad Pro につけてるけど、 iPhone につけた場合でも iPad Pro につけた場合でも、あのね、すごい面白いストーリーって作れるんだよ。で最後にそのストーリーを、ご覧いただいて終わりにしたいなと思います。すごい面白い感じにできたんでね、はい、じゃあご覧くださいませ。